玉水橋とは、京都府京田辺市と続き組に出町間の木津川に架かる橋である。京都府道65号以個前出線に架かる長さ474.5メートル、幅23メートルの道路橋である。下玉川橋を挟んだ東側で、国道24号に接続している。現在の玉水橋は2003年に開通した3代目で、 初代から数えると100年以上の歴史を誇っている。中央分離帯付きで制限速度は時速40キロメートルである。1904年に続き群三山木村と井出村を結ぶ橋としてこの地に玉水橋が架けられた。木造の橋であったが、1917年9月の水害により一部流出。そのため、再び木造の橋として修復されたが、 この修復工事を掛け替えと記述している文献も存在する。1953年には京都府南部で発生した集中豪雨により多大な被害がもたらされた南山城水害で再び流出している。南山城水害では大量の流木が橋の上流部にかかり、8月15日午前4時半頃、橋の2箇所が流出して3つに分断され、 その後も昼過ぎまで決壊、流出部を拡大させ、午後にはほとんどが流出した。その後流出した玉水橋の再建が行われ、1956年11月13日、鉄筋コンクリート製の橋脚、構成の橋桁を持つ橋として復旧された。現在の玉水橋は1995年度に着工して2003年12月6日に開通した。 以前の橋は老朽化が進み、幅が5.5メートルと狭く歩行者にとって危険であったが、福音はこれまでの約4倍の23メートルとより広く安全な橋となった。両側には3メートルの歩道が設けられ、車道も中央分離帯付きの4車線となった。事業は府によって進められ、掛け替え事業の総事業費は約83億円。橋桁の塗装は、 水色が踏襲されている。対象洪水では、木津川鹿も地区で、木津川元日下、木津町で、左岸堤防、上、小町地区で、右岸堤防が決壊する被害が発生し、上流の笠木橋も流出している。ありがとうございます。